4スレ目、全スレディープスカイさん、コマをまったり気長に応援するスレさん。今週分土曜新潟 4R3 歳未勝利、打線800キールコネクション、3小倉 6R3 歳未勝利、芝2000名村キャニオン、6。キールコネクションおめ。デストリアーもおめ。富士インザスカイ勝利ゴーザトップは3着。ありゃ、4着だったか。ダートでの安定感あるな。サマーセール期待してたのが安くてがっくり、唯一高額だったのは平牧美人の死で1400万。1400万は高額というのか。10サマーセール初日だと2番目に高額じゃなかったかな。今年の成績勝ち馬率 1.290、 左優秀勝率 1.103、 左特に優秀 0.83、 左物足りない、昨年なかなか勝てなかった、勝ち上がり予備軍が一子相伝でいいから芝でドアンと強い馬一頭出てほしいよね。加熱プリンセスの2014オス足け1060万。今週分土曜小倉に R2 歳未勝利、芝2000マイネルインディゴ、10小倉 4R3 歳未勝利、打線700新コース回、5。コートリーラッシュは好スタートだったけど、同活でひるんだな、騎手が。祭りだゴッホに大物出すの先越されたな。正直羨ましい W。今日の新潟に再エース見た。ディープスカイに足りないのはああいう馬の出現だよ。祭りだゴッホは同期で繁殖の質量ともスカイと同程度で、3コマ。1600万下もほとんどいないドンソクカスタネボガとアルママより、ウィンマーレライ出してるゴッホ様を比べんなよ。来年の種付け前までこっちは玉のブリュネットにダートでアピールしてもらおう。ダートでは牝馬でトップを狙えなくはない。芝ではスピリッツ。来週ミノルか。無駄に飛ばすアホな騎乗されなければいいな。単調エース楽しみ。どういうレースするんだろう。ロードクエストってスカイと結構似た血統なんだな W。 祭りだゴッホからアノーマが出るならディープスカイからでも1頭ぐらい出てもおかしくないだろ。でもディープスカイは早いことどうにかしないと。3コマ。想定乗りなん。逃げ馬に乗りってだけで楽しみだわ。むしろ逃げ馬に手打って時点で嫌な予感しかしない。ワールドワイドウェブこいつは今までに何度も逃げ馬でポツンやって品種買ってるからな。天に逃げ馬乗せたら思う。今週分土曜新潟 1R2 歳未勝利、打線800アシャカボラール、6ダーダネルス、16西のライト、12新潟に R2 歳。サウンドスカイなぜ距離伸ばした。騎乗も意味不明だし。ミノル1枠か外からかぶされないくらいのスタートが切れるかどうかが鍵だな。逃げられなかった場合はこの機種のことだから逆にしんがりからい。試してみたとか言ってわざと後方から行きそうな気もするんだよな。全く信用できない機種だ。ミノル。種ボバ引退待ったなし。ミノル完走できたのか。モルトベーネ。モルトベーネはずっと外回らされたんだからあんなもんだろ。ミノルは追って追って走らせなきゃいけないの。